国文学研究資料館は東京都立川市にある大学共同利用機関、大学共同利用機関法人人間文化研究機構を構成する6機関のうちの一つ、国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科日本文学研究専攻が設置されている。本校では2004年に国文学研究資料館の府組織から、 内部組織に統合された資料館についても合わせて述べる。2010年6月、国の重要文化財に指定された、春日会海史、府、中富の言う提書状案を、はじめ、およそ20万件に及ぶ日本文学の原点資料、基調古典籍のほか、国文学に関する書籍、専門雑誌、さらに、絵画資料等を多数所蔵している。また、 日本実業史博物館設立準備室、急増資料をはじめとする、渋沢経営像収集書資料、真田屋、津軽家、八須賀家などの旧大名家、旧家族家文書、山賀文庫、愛知県、群馬県庁文書及び市町村役場文書、鈴木総録、森谷秀夫などの個人文書等、近世から近現代に至る50万点を超す日本史、関連史資料も所蔵している。 日本文学及び関連分野の諸課題に対応した機関研究、研究プロジェクト及び共同研究を行う。教授、准教授、助教、機関研究員は研究部に所属する。日本文学及び関連分野の研究基盤の整備と社会への還元を行う。人間文化研究機構職員数2010年5月7日。 閲覧三井文庫時代の書庫建物をそのまま引き継ぎ、一号書庫、として、立川市井店まで使用していた。旧熊本藩主細川や下屋敷跡の一部。国文学研究資料館と、学術、文化の発展に関する包括連携協定を締結。多摩信用金庫2018年8月1日閲覧。国文学研究資料館資料館。 資料館と資料保存運動の歩み年表資料館の歩み40年1991国文学研究資料館年表10年の歩み1982国文学研究資料館略年表国文学研究資料館の20年 1992AB 国文学研究資料館名簿国文学研究資料館30年史2002 国文学研究資料館法第49号国文献ニュースナンバーワン号国文献ニュースナンバー47ありがとうございます。